さあ、時刻はお昼の2時30分を回りました。FM 講座をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は、めぐみかんのフリーダイフ2をお届けいたします。終えた私、めぐみかんこと、池城めぐみです。さあ、えー、11月の、11月って言っちゃったよ。12月になってますよ、もうすでに。 ねえ、12月3日となりましたね。もう、早いね。もう、12月入っちゃいましたよ。皆さん、いかがお過ごしですか <laughs> そうね。もう、カレンダーも、めくることがなくなってしまいました。今年もね、ラストの、えー、月がね、やってきてしまいましたけれども、12月、最初の、 えー、めぐみかんのフリーライフ2今日も、えー、皆さんとゆったりまったりお話ししていきたいなとは思っていますよさつ。スイキャスがね、早速 <laughs> 来ていますけれども、えー、そうね、まあね、エサさん、リスさん来てますけれども、めぐやほーと来てます。やほやほー。 エ <laughs> スさん、テーマはあなたはうなぎが好きですか聞いたことあるな、これ。えー、イー、サーさん、しょっぱらな曲はやっぱりバンプーと来てますが、どうしようかな。ね、バンプも聞きたいんだけれども、いろいろ、えー、考えておりますよ。はい、えー、FM 講座聞いている方は、えー、メッセージお寄せください。よろしくお願いします。メールアドレスはこちら、761-fm コー .jp fmkoza.jp までメールおお待ちしておりますますたね、えー、ツイキャスとユーストリームでも、えー、ネット配信しております。ね、今ユ、えー、ーストリームもやってますけれどもツイキャスからもね、えー、コメントをいただいてますので、こういう感じで、えー、メッセージいただけたら嬉しいです。あの FM 講座でね、えー、うーん。 このホームページからでも見れる、見れるので、見ることができますので、ね、ネット環境のある方はぜひぜひよろしくお願いします。2時30分から3時にかけて、30分間のゆるーく、えー、ゆったり、まったりな30分番組となっています。<laughs> 皆さんどうぞお付き合いくださいね。それでは、今日の オープニングナンバーをおかけしてそれから今日の、えー、テーマ発表といきましょうかね今日はねバンプのつもりなんですけどみんな好きすぎて何書ければいいかわかんないんだよねどうしようかなでもねやっぱりこの季節になると、えー、聴きたくなるあの曲を バンプのあの曲をおかけしたいと思いますそれではめぐみかのフリーライフ2今日も30分皆さんどうぞお付き合いくださいそれでは今日の1曲目バンプオブチキンでスノースマイル お送りしているナンバーはバンプオブチキンでスノースマイルお届けいたしました。さあ、ツイキャスでもね、今日のテーマは欲しい差し入れとリスさんが、ア、えー、ドバイスしてくれたので、早速、<laughs> 採用して、ね、今日のテーマ、欲しい差し入れにしたいと思います。すごい足り気本願ね、これね。<laughs> 全然考え、考えてなかったわけじゃないんですよ、テーマをね。あの、考えてはいたんですけど、えー、リスさんの、えー、提言してくれたね、テーマがね、え良、ー、<laughs> かったものだから、それを採用させていただきましたということです。それでは、CM を挟みまして、テーマトーク。あなたがもらって嬉しい差し入れなんでしょうかメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、 761-fmcosa.jp です。どんどんお待ちしております。それでは一旦 CM です。 時刻は2時40分を回っております。お届けしておりますこの番組はめぐみかんのフリーライフ2です。お相手はめぐみかんこと池城めぐみです。今日も3時まで、えー、残りね20分弱かな。皆さんお付き合いください。さ、えー、CM の前にもねちょっとだけ言ったんですけど、今日のテーマは星差し入れです。<laughs> リスナーさんのねコメントをねそのまま使うという斬新な手に、えー、手を取りましたよ <laughs> さえっ、ー、とね差し入れというとね何だろうなえっとね何が嬉しいかなでも季節によって変わりません欲しいなってもの <laughs> まあもしね、えー、夏だったらまあアイスとかね 暑いと思ってる時にね、あの、アイスの差し入れがあると、すごいテンション上がったりしてましたね、今年の夏はね。<laughs> まあ、これを通してですよ、別にね、あの、リスナーさんに差し入れを要求しているとか、そんなことではないんですよ。それを言ったら余計やらしく聞こえるかもしれないんですけど、本当にそんな気,そんな気はなく、はい。 みそこか <laughs>。あなたのね、えー、あなたが思う、もらったら嬉しい差し入れとか、欲しい、こんな差し入れが欲しいと、あったらいいなぁ、なんて、思うのがね、あったら、メッセージいただきたいなーと思うんですけど、ツイキャスでね、えー、<laughs> ちゃんおかさんがねあ、来てるんですけれども、ちゃんおかさんいつもね、ありがとうございますね。えー、ご丁寧に <laughs>。えー、メッセージ来てます。ちゃんおかさんね、メイクは差し入れはやっぱりパンって来てますね <laughs>。いやー、あのね、この、 パンもちろんもらうのは嬉しいよ。嬉しいんですよ。もちろんね。もらえるものは何でも嬉しいです。そうですよ。あの、この、この差し入れは嬉しいけど、この差し入れはあんまりとか、そんな、そんなこと言ってはいけません。<laughs> もらえるものはね、何でも。えー、いいんですけれども、嬉しいんですけど、なぜかパンね。自分に対してはパンというね、なんかよくわからない、 あれがありますけども、言っときますけど、ちゃんおカーさん。私、そんな、パンパン、パンパン言ってますけど、あの、パン屋さんでパンを買ったことって、本当に少ないんですよ。本当に少ないっていうか、全然ないですよ。<laughs> っていうか、大体、量販店ですよ。量販店って言うのかな違うよね。これはね。<laughs> えー、まあ、大手スーパーさんだったりね。 えー、菓子パンコーナーでいろいろあさって買ってるわけですよ。なのでそんなにパンにこだわりがあるかって言ったらそうでもないんですけど、なんだか私が知らない間にこんなにも独立、独立じゃないね。うーん、格,格率っていうのかね。ね、パンのコーナーができつつあるっていうのは、まあ、不本意ながらにも嬉しいことではある。多分。<laughs> はい、そうなんですね。 まあ嬉しいよね。パンもらえるのはね。私以上に多分その子さんとかみみりさんの方が喜ぶと思うんですけどね。ちゃんさん、えーって言ってますけど、あのー、ち岡さんがここまで広げてくれるとは思いもしませんでした。あとはみきさんですけどね。<laughs> まあ何のこっちゃと思う方もい,いるとは思うんですけれども、はい。まあ、そこは置いといて。そうですね。皆さん、何か。 欲しい差し入れとかあるんですかね皆さんメッセージお待ちしてますよ。それじゃあ、えっとね、ここで、その差し入れ関連ではないんですけど、この話をすることになったというか、元ネタというか、ものをちょっと紹介しますけども、 実はね、明日、12月4日、もう FM コザ聞いてる方はもう何回も聞いてると思います。他の番組でもね、あの散々紹介してはいますけれども、この番組でもちょっとご紹介というかご案内ですね。紹介というようにはね、させていただきたいと思います。<laughs> FM コザ大忘年会ですね。明日、12月4日、金曜日。もうね、早いね。 この案内を読み始めた時なんて10月ですよ。10月の、10月ぐらいからこの案内を読んでるんですけども、いやーもう、ここまで来たかって感じですね。もう明日に迫っているということで、信じられない速さですね。日常がね、びっくりしますね。<laughs> はい。ね、えー ね、フェームコザのね、パーソナリティさんやったり、リスナーさんだったり、スポンサーの皆さんも、本当に、あの、フェームコザを支えてくださっている、スポンサーさんの皆さん。もちろん、パーソナリティの皆さんも、リスナーの皆さんもそうです。ね、あの、パーソナリティさん、リスナーさん、スポンサーさんも、すべて、全部、まとめて、年忘れ大忘年会、開催いたします。場所はですね、沖縄子供の国、 の、えー、レストランアクアというところです。あの、沖縄市の方だったりも、も市外の方でも利用したことある方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、うん、まあ、軽くね、行ったこと、実は行ったことないんだよねっていう方、沖縄、あ、子供の国は行ったことあるけど、レストランアクアを、あん、ちょっと利用した覚えがないみたいなね。<laughs> あんまり、 っていう方に、ちょっとだけね、あのー、場所を説明しますと、まあ、えー、正面入り口といいますか、子供の国のね、正面入り口があって、そこから入ると、まあ、大きい駐車場が広がってますよね。で、えー、入り口、で、この沖縄子供の国の、えー、入り口に向かって、えっ、ーえー、とね、左側ですね。 本当に左に、あの、まあ、2、3階建ての建物があります。東京の子供の国とはまた別でね。別というか、まあ、敷地内は一緒なんですけど、ちょっと入り口がちょっと変わってるところがあってね。で、も大きい横断幕っていうか、ちょっと垂れてる、垂れ幕っていうのかね。が、あの、ランチやってますみたいな。レストラン悪アはアやってます。レストラン悪アはアランチやってますっていう、 垂れ幕というか、大きい、のがありますので、それを見ると、あ、ここなんだなって多分すぐわかると思います。はい。間違ってね、沖縄子供の国の中まで入らないように。まあ、7時なんで、<laughs> 7時からなんで、まあ、多分間違うことは多分ないかもしれないんですけど、まあ、お気をつけくださいね。えー左 側の建物にっと明日はね、あの、ま、案内係といっても、ま、その建物の外までは多分行かないはずなんですけど、まあ、わかるようにはしてありますので、わからなくなったらまあ、ま、FM 講座、ま、会えてないか。そうなんですよね。6時まで生放送はするんですけど、それ以降がお休みになっちゃうので、FM 講座閉めちゃうんですよ。なので、電話、 があっても対応できない可能性がありまして、わからない人どうしましょうかね。子供の国もね、あ、Google ナビを使ってください。<laughs> 結局、結局ネットね、あの、ネット頼りになってしまうんですけど、Google マップで調べてください。よろしくお願いします。 はい。えー、さ、時間は7時からです。夜の7時から、ま、だいたい3時間ぐらいを予定しています。10時ぐらいまでね。はい。あぶお子さんもいるというか、まあ、うーん。そういう方もね、いらっしゃると思うので、応まあ10時までに1回閉めて、で、まだ、まだ、まだまだ飲み足りないっていう人がいれば、方がいれば、まあ、2時間なり3時間なり、ご自由に、 いってらっしゃいということです。はい。<laughs> とりあえずね、FM コサの大忘年会としては、まあ大体10時ぐらいをめどに終了ということになりますのでね。で、会費が、会費はいっか、言わなくてね。はい。もう、申し込みって言ってももう、あれですからね。明日なので、まあ当日参加の方も多分いるかもしれないんですけれども、基本はもう、申し込み終わってますのでね、参加される方、 本当にたくさんの方にね、もお,お申し込みいただきまして、本当にありがたいですね。本当にね、なか力も来るしね、皆さんね。本当にありがたいですよ。それではちょっとここら辺でツイキャス読んでいきましょうね。メッセージが来ているので、ちょっと待ってね、どこまで読んだかな。えぇー、しーリアパンまで読んだから。 あ、イーサーさん来てますね。130人も来たら、明日の会場は準備で大わるだろうなクサさくさくさくさって来てますけども。そうなんですよね。予定として、予定というか、まあ、確定と言っていいですかね。あの、来てくださる方は、まあ、130人ほどですね。前後だという予想を。 して、予想ではないですね。うん、はい、となっています。もうすごい人数ですよ。だって去年なんてね、50、60人ぐらいだったんですよ。それの、まあ2倍以上ですよね。ですよね。うん、うん、うん。だからね、すごいね。本当に今年は、たくさんの方にね、フェムコザを盛り上げていただきて、本当に嬉しい限りですよ。はい。 えー、イーサーさん、めぐう、ファミマのちぎれるオニオン、かっこ、ブラックペッパーパン、うまいよ。ファミマか。ファミマとかローソンとかも結構好きなんですよね。コンビニのパンって結構美味しいんですよね。それ食べたことなかったなちぎれるオニオンパン。うん。ブラックペッパーって結構。味、こういう系かなこれはね。でも美味しそう。今度食べてみよう。 ちゃんおかさん、明日のパン予想を楽しみにしているのだと来てますが、さあどうでしょうか当てられるでしょうか明日の。<laughs> 自分では言いたくないんですけど、言わないですけど。<laughs> まあ、えー、頑張って当てってみてください。いつかは当たるでしょうね。いつかはね。<laughs> よろしくお願いします。リスさん、三芸の餃子、の三芸は、えーはピンポントなんですね。<laughs> サイヤの餃子も美味しいですよ。冷凍餃子ね。<laughs> いいと思います。さすがリスさん、沖縄ことだったら何でも分かってるね。あメールも送ってくれてるということで、えー、紹介していきましょう。イーサーさん、メグオリスナーの皆さん、この器、イーサーです。この器、テーマの、テーマ、嬉しい差し入れですが、 唐揚げ。あ、いいね。もしくは唐揚げの入ったオードブルですかね。もうね、唐揚げが入ってたら何でもいいんですね、これはね。唐揚げは誰もが大好きな食べ物でしょうん。それは間違いない。その他にはサンドイッチなんかもいいな。そうだね。食べやすいしね。結構バリエーションも多いしね。いいっすね。小座の忘年会とその弁なんかもあって嬉しいかもって自分は参加できるんだけどね。そうですよね。 なんだかんだ言ってできないっていうことですよね。いやー思いっきり明日の忘年会楽しみましょうねなんて言おう,うとしてしまった自分がいる。<laughs> そっか、できないんだ。残念だね。そっか、残念だ。また来年もね、あると思いますので、ぜひぜひ、その時はね、参加できたらいいですね。頑張っていきたいと思いますよ。 何がえー、リクエストもいただいてます。ピギンのオリオンビールのやつをお願いします。あの、ね、リクエスト、ま、いい、嬉しいですよ。嬉しいんですけど、名前、名前覚えてくださいね。あの、おじい自慢のオリオンビールという曲なので、じゃあ、ああえー、探して、まあ、ありますので、えっ、ー、と、待ってよ。探して、見つけて、 えー、ビギンのね、えー、おじいじ慢のオリオンビールおかけしてしながら、えー、ちょっと、えー、メッセージも続けて読んでいきたいと思います。それではちょっともう時間がなくなってきたんですけれども、少し、えー、ビギンのおじいじ慢のオリオンビール聞いていただきたいと思います。 さあ <laughs> 気づいたらあと1分を切っているという事態に <laughs> 入ってしまいましたけれども <laughs> さあえー、っとね今日のまあちょこっとだけエンディングはですね早見愛する猛古海さんのリクエストでねジッタリンジンの何にしようかなプレゼントかけちゃおうね。 はい、いいにしたいと思います。残り20秒となってきました。めぐみかんのフリーライフ2。お相手は、めぐみかんこと池代めぐみでした。まず来週はね、あの忘年会のお話もできると思います。皆さん、お楽しみに。さようなら。ひどいな。おじい島のオリオンビール、結構かけちゃった。 あ,あクリスマスファミリーコンサートのほうで言うの忘れた。ああ